シェルドン・リチャードソンは、ミズーリ州セントルイス出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のクリーブランド・ブラウンズに所属している。ポジションはディフェンシブエンド。高校時代には、サック19回に加え、タイトエンドとして8タッチダウンを記録した。学業成績不振のため、当初進学予定だったミズーリ大学には進学できず、ジュニアカレッジで2年間過ごした。その後ミズーリ大学に転校し2011年シーズンには肩の負傷を抱えながら2試合に先発してタックル37回、ロスタックル8回、サック2回を記録し、オールビッグ12に選出された。ジェッツ時代2013年第3週のバッファロービルズ戦でパスラッシュをするリチャードソン2013年の NFL ドラフト1巡13位でニューヨークジェッツに指名され、7月25日に4年契約を結んだ。11月には月間最優秀新人賞に選ばれた。ジェッツの選手が選ばれるのは2009年のマーク・サンチェス以来であった。第17週のマイアミドルフィンズ戦ではフルバックとしても起用され、キャリー2回1タッチダウンを挙げた。この年、タックル78回、3.5 サックの成績を残し、AP 通信 NFL 守備新人王に選出された。2014年シーズンはタックル66回、8.0 サックを挙げ、プロボウルに選ばれた。2015年シーズンはリーグの薬物規定違反のため、開幕から4試合の出場停止処分を受けた。2015年10月15日、シーズン初出場となったワシントン・レッドスキンズ戦では、相手 QB のカーク・カズンズに対し3タックルと 0.5 サックを記録し、34から20での勝利に貢献した。2015年シーズンは11試合に出場し、35タックル、5サック、2ファンブルフォースを記録した。2016年シーズンは15試合に先発し、62回のタックル 1.5 サック、1ファンブルフォースを記録した。2017年9月1日、ジャーメイン・カースとドラフト2巡目との交換トレードでシアトルシーホークスに移籍した。このシーズンは15試合に先発出場し、44回のタックル、1サック、1インターセプト、1ファンブルフォースを記録した。2018年3月16日にミネソタバイキングスと1年契約を結んだ。レギュラーシーズン全16戦に先発し、49回のタックルと 4.5 回のサックを記録した。2019年3月14日にクリーブランド・ブラウンズと3年契約を結んだ。第12週のマイアミドルフィンズ戦ではライアン・フィッツパトリックを2度サックし、41-24 の勝利に貢献した。ありがとうございます。